快な態度でナルトを翻弄したトビは謎を残したままその場から撤退する。残されたナルトたちはすぐにサスケ捜索を再開するも、結果それは実らず、落胆とともに木の葉へと帰還するのだった。焦りがナルトの中に渦巻いていた。そんな中、追い打ちをかけるようにある一つの秘宝がナルトの耳に入る。それは死、ジライヤの戦死報告である。かつてない動揺がナルトを襲い、止めどなく涙が溢れ深く沈み込んだ。しかし死の仇を取る、そのためにナルトは再び立ち上がり、新たなる力、戦術を学ぶため加賀の里、妙木山へと向かう。一方、この反落では暁のリーダーであるペインの襲撃を受け、彼らの強大な力を前に里は崩壊してしまう。瓦礫の山と立ち上る煙、広がる荒廃の地。だがそこに一条の光が降り立った。その光とは戦慄を手にした渦巻きナルト本人であった。ジライヤの仇であるペイン、それを前にナルトの叫びは天に響いた。お前がペイン、お前がエロ仙人は、お前の死が平和へとつながる。おとなしく捕まれ。切りつけてやる。戦闘開始。師匠の意志は俺が受け継ぐ。平和は俺が実現してやる。まさに天地を揺るがす一戦は渦巻きナルトの勝利に終わり、
ようやく木の葉に静寂が戻る。しかし世界は大きく動き始めていた。どの里も暁を、そして今や暁に加担する内葉佐助を無視できず、五影が集う階段にてその対策が協議される。ナルトは佐助について許しを請うためこの葉を立つが、その道中かつて出会った暁の一人トビと出会う。トビは自らの正体を内葉マダラと名乗り、今はサスケを手なずけていることを告げる。サスケを操る張本人が目の前にいる。渦巻きナルトの拳は強く握られた。キュービン、渦巻きナルト、さてどれほどか。てめえがサスケを。戦闘開始。終わりだ。マダラだかなんだか知らねえが、サスケを惑わすんじゃねえ。ナルトの力を存分に確認したマダラは、いずれ内葉サスケが世界に憎しみをぶつけるという言葉を残し、ナルトの動揺を誘った上で去っていった。今のサスケはもはや昔のサスケではない。その答えを見つけるためナルトは再び走り出した。第七班としての思い出、つながり、さまざまな思いが繰り返されては消えていく。サスケに向け地をかけ森を飛び、そして渦巻きナルトは内葉サスケとの再会を果たした。光を歩む者と闇を歩む者、その道の行き着く先、その答えを見つけるためナルトはサ
わせる決意を固めていた。果たしてナルトの出す答えとは。てめえも木ノ葉もこの俺が潰してやる。もう少しで答えはわかる気がする。